女子走り幅跳び決勝は4回目以降の試技が開始となります。トラック競技女子の 800m 競争決勝、先頭警戒に飛ばしております青いユニフォームはエディオンの久保さん。その後方続きますのは資生堂の須永さん、そして九電工陣内さん、鈴木さんと続きます。さあ鐘が鳴りました。あと1周、最初の 400m は1分1秒で通過です。さあ先頭行きます久保さん、後方からかなり差を上げております。独走態勢。さあ残り 300m 切りました。圧倒的な走りで先頭を譲らず、最初にホームストレート帰ってきました。先頭変わらずエディオンの久保さん、まもなく残り 50m です。さあここで上がってきましたのは九電工陣内さん、後方から追い上げますのは資生堂の須永さん、久保さん今1着でフィニッシュです。